さっきの曲はすごい新一郎っぽい曲だなって思いました。こんな大げさなことやるのはあいつぐらいしかいないと思うので、まあ皆さんも後輩の人たちはああいう姿を真似するといいと思います。で、あとギターでジョニー君がいるんですけども、普段は全然ハイコードとか聴かない人で、すごい珍しいものを見れたなっていう気持ちがします。結構今までしんみりした MC が多かったので、まあやるつもりはなかったんですけども、皆さんボヘミアン・ラプソディ読みましたか？見たっていう人いますか？じゃああの掛け声も知ってますかね？ええよってやつ知ってますか？じゃあちょっと声出しも兼ねて、ちょっとまあしんみりしちゃってるので、まあ一回ここでリセットっていうことで、いいですか？じゃあいきますよ。マッキー君もやりますか？そうですね、まあ、歌うためにも声出しはした方がいいかなと思うのでやります。いきます。簡単に曲の紹介だけしておきます。今からやるのは愛子さんのカバーでカブトムシという曲です。皆さん確か紅白でも歌った曲なので、皆さん一度は聴いたことがある人がいると思います。では始めます。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい。どうした？早く言ってしまいそう。言われても私は弱い。あなたは死んでしまった。私